今回バリーさんが訪れたのは2021年豊かな自然に囲まれた今治市しまなみの森に誕生したしまなみの森リゾートです。中に入るとまさにリゾート、日常とは違う感覚を味わわせてくれる作りにバリーさんもびっくりです。非日常というところを意識させていただいておりまして、中に入ると周りの構造物が見えないような作りになっておりますので、お客様にとっては非常に特別感を与えるような空間を作れるようにさせていただいております。しまなみの森リゾートは自然を生かしたゆったりとした空間の中で結婚式やパーティーなどの会場として人気を集めています。仕切りの空間となっておりまして、中に入るととても開放感のある施設になっております。季節によっても緑ですとか紅葉ですとかいろんな色を持っておりますので、それぞれの季節によってお客様に楽しんでいただけるような施設になっております。また料理にもとてもこだわっておりまして、都会のニュアンスを取り入れた見た目にも楽しんでいただけるお料理を提供させていただいております。このしまなみの森リゾートで働く塩見さんは入社してまだ1年の新人社員ですが、その仕事ぶりは手際もよくなかなかのものです。もともとブライダル系でお仕事したいなと考えてまして、でちょっと何社か調べてるときに、もうここの会社の企業理念のあなたが幸せでありますように、そしてそれが私たちの幸せでありますようにっていう、そのシンプルだけど深い企業理念にすごく惹かれまして、あ、ここだっていう直感でここに内定をいただきまして、今もお仕事させていただいております。フォトウェディングだったり挙式披露宴を考えられているお客様のご相談に乗ったり、ご紹介をさせていただいたりで、こちらであげようとご決断くださったお客様とこう密にサポートをさせていただいて、当日を迎える、業者とのやり取りですとか、お客様のご相談をお伺いしたりといったお仕事をしております。お客様にとっては結婚式ですとかフォトウェディングはもう人生でたった1回ですので、スタッフ側としてはこういろんなお客様とお会いするようになるんですけれども、その一人一人にとってはたった1回というところがすごく責任感重大で、いろいろこう気持ち的にも緊張したりですとかがあるんですけれども、逆にだからこそその一人のお客様が当日を迎えられた時のこう喜びですとか幸せな気持ちは何にも代えがたいなと感じております。でこう自分の名前を塩見さんって覚えてくださったり、もう気軽に呼んでくださった時はすごい嬉しいなって、頑張ろうって思います。そうですね、やっぱり夏になるとこう虫ですとか動物も出てきたり、本当に自然の中にいるなっていう感じが、逆にこう心がリフレッシュできるような、もう仕事しつつもちょっと休憩といいますか、掃除をしているだけでも心が洗われるようなそういう施設になっておりますので、そういったところもすごく好きだなと思います。彼女は入社1年目なんですけれども、弊社として礼儀、思いやり、掃除っていうところを大事にしている中で、非常に私が思うところで言葉遣いが綺麗だなと感じておりまして、私自身も会話をする中で気をつけないといけないなっていうふうには感じております。また彼女自身とても責任感を持っている子なので、お客様に相対する時であったりとか、すごい責任感を持って一つ一つの業務を行ってくれております。
まだまだ自分が未熟で満足にできないところも自分の欠点ですとかいろんなところがまだまだこう荒く見えますので、自信を持ってお客様に喜んでもらえるような、もう自分ぜひ自分にさせてくださいっていうふうに言えるように、もう自分磨きですかね。私たちは冠婚葬祭という仕事を行っております。人生の節目という大事な儀式を取り扱う仕事になっておりますので、とてもやりがいや責任感を感じた仕事ができると思います。皆様もぜひ一緒に働きましょう。自然が豊かですし、職場環境もとてもアットホームなところになっておりますので、経験の幅を広げるためにもぜひ一緒に島並みの森リゾートで働きませんか。Thank you.